こんにちは、神社別格アドバイザーのヒデです。ミランド瞑想センターでの修行を終え、キャンディーの街に戻りたいと思います。一緒に修行した仲間の方にバス停まで乗っけてもらっておりまして、非常にありがたかったなと思っています。 OK、yeah, thank you。じゃあね、山を降りてきてキャンディーシティホテルに、チェックインしましょう。街に戻ってきたね。こちらはキャンディーシティホテルバイヤールズ、旧市街にある唯一の中級シティホテルということで、ホットシャワーにエアコン、そしてスピードのある Wi-Fi があります。まあアメニティもね、珍しくシャンプーとかシャワージェルとかありますしね、ヘアドライヤーもありました。空いてるけど、まあいいか。はい、こんな感じの部屋ですね。こうかな。はい、まあまあ普通かな。でも昨日のところに比べたら個室だしいいんじゃないですかはい、じゃあこちらにチェックインしましょうということで、なんかキャンディーのね、一番のこのデパートみたいなところがあるようなんで、ちょっと覗いてみよう。こちらはキャンディー最大のショッピングモール、キャンディーシティセンターです。まあ、東南アジアらしいですけどね、一応セキュリティチェックを受けて入店する仕組みとなっています。1階のね、この入り口入ったすぐ横のところには紅茶のお店のムレスナティーセンターがあったりとか、あとは有名なね、化粧品のお店スパセイロンなんかも入ってたりします。まあ、コロンボにあるね、ショッピングモールにはかないませんが、キャンディーでお買い物をする場合、まあ、お土産などはここで揃えることができます。まあ、地元の若者たちもたくさん集まっていましたよ。もちろんね、いわゆるデパ地下もございまして、飲食店が入っている感じですね。たくさんのお店がありました。まあでもね、僕が気になったのは、やっぱり地元のスーパー、キールズっていうチェーン店が入っていたんで、まあ、物色させていただきます。まあ、僕が一番気になったのはお米売り場でして、いろんな種類のお米がバラエティ豊かに並んでいたのが面白かったです。お砂糖とかね、豆とかも一緒に並んでたりしました。続いてやってきましたのがキャンディーマーケット。場所はバスターミナルに隣接しておりまして、めちゃくちゃ多くの人で賑わっているね。まさに地元の台所といった感じでございます。奥にあるのはね、市場にあるこの喫茶コーナーなんですけどね、まあ値段も結構安いんですけど、本当の地元の人のためのお店って感じで、ちょっと入りにくかったなっていう印象です。まあ意外だったのは、まあ結構多くの店で値札が出てたりすることがあるんですね。他の東南アジアの国って値札がない国とかも結構あるんですけど、まあ、ここのマーケットはまあ半分ぐらいがね、値札があったんで、頑張れば買い物できるんじゃないかなと思います。コーヒーを買ってきたんだけど、これはめちゃくちゃ甘いね。このネスカフェのアイスコーヒー、こっちの人は甘いのが好きなんですね。なんかマドレーヌみたいな、マドレーヌ買ってみました。マドレーヌだね。ブッシュ寺の近くにあるキャンディー芸術協会に来ました。毎日夕方5時からキャンディアンダンショーをやっています。お値段は1人2000ルピーで、日本円約900円ぐらいです。カルチャルセンターみたいなところに来ましてですね、ちなみに日本語の訳がこんな感じなんですけど、まあ、結構ねルーズな翻訳になってましてですね、理解するのがなかなか困難なんですけど、まあないよりはマシっていう感じですかね。地球の歩き方に書いてある解説の方が分かりやすいと思います。
そうキャンディアンダンスショーっていうのをね見てきまして、まあなかなか面白かったけど、なんかまあバリとかタイとかでやってるショーとかにちょっとなんか似てるとこはありましたかね。はい。まあ値段が2000ルピーなんで日本円で1000円ぐらいですけど、まあ1時間ぐらい楽しむにはちょうどいいかななんて思いましたね。はい。まあ後ろはすぐこの湖のとこで、まあなかなか面白いねところにあの姿を、なんか地元のそういうカルチャルセンターみたいなところでやってもね、会場自体はなんか小学校の体育館みたいな感じでちょっと面白かったけどね、いい思い出になりました。ちょうどあの今のこの時間が6時10分なんでね、夕方のあの6時半からの仏師寺のプージャーに行く人がめちゃくちゃ多いから、このこっちがねあのカルチャルセンターで、ここが仏師寺でね、歩いて 3,4 分なんですよ。だからあのセットで行く人多いでしょうね。意外と面白いコースかもしれない、これ夕方のこの夕焼け時のダンス見てプージャーに行くみたいなね。はい、行ってみましょうかね。ハードはい。 Do you have a beer? Do you have a beer? Hola. Can I sit there? Yeah.ということで、どうしてもビールが飲みたいので観光客向けのバーに行きました。ローカルのライオンビールが約350円くらい、まあ、安いんだか高いんだかって感じですかね。それじゃあ精進落としと行きましょうかね。大ジョッキですよ。いただきます。1週間ぶりのねビールですよ。うまいなぁ、やっぱ酒っていいね。ここはあのスリランカのキャンディーという町にあるホテルからお送りしております。中島のぼるさん、こんばんみ。暗いの、そう、すいません、暗いんです。現地時間でですね、じゃあ朝のね朝食を買いに来まして、ホテルから歩いて2分ぐらい、1分2分ぐらいのところにねパン屋さん、まあ、他にもパン屋さんたくさんあるけど、これ買いましょう。アメニティはねちゃんとコーヒーとかがありまして、あの便利なので珍しくいただいてみましょう。僕はブラックで飲むことが多いんですけど、まあ、スリランカ流ねミルクコーヒーにして飲んでみたいと思います。これですね、はい、230ルピーだったので日本円で110円ぐらいかな。なんかこれはねクリームパンって書いてありましたね。中なんか入ってるのかな、そのままなのかな、わかんないけど。でこっちがよいしょ、なんかねホットドッグみたいなやつかな、フィッシュサンドみたいな感じで書いてありましたんで、こういう感じですね。はい、なんか中にサモサっぽいこうなんかコロッケみたいな、フィッシュコロッケみたいなのが挟まってるやつです。まあ、今回の動画は一旦この辺まで。この日は瞑想センターで一緒に修行した方がキャンディー郊外のお寺を案内してくださることになっています。まあ、本当に親切にしてくださる方でね、バイクわざわざ出してくれるってことで嬉しいなと思いました。では、キャンディーシティホテルをチェックアウトしまして、ここからはね、ちょっと旅ですよ。はい。これから行くのは、アルビハーラというお寺になりまして、瞑想修行をしている時にお友達になった方が、そのお近くにお住まいということね、もともとアルビハーラには行きたくて、車をチャーターするか、タクシーかなんかで行こうかなと思ってたんですけど、その人が案内してくれるということだったので、今日はそのお友達のと一緒にアルビハーラを巡りたいと思います。で夜は、ダンブルダの方に入って、時間に余裕があればダンブルダの石窟寺院を見学して終了みたいな感じにしようと思っています。ただねこのキャンディのバスターミナルは結構いろんなところに点在していて、アルビハーラに行くバスがどこから出るのかねちょっとわからないので、まあ、また前回の2ラン目の時と同じですけど30分ぐらいうろうろしながらあれする感じですかね。じゃあ行ってみましょう。多分この
計塔の横のバス停です。な、全然わかんない。行き先見て行くしかないよね。カメラダプラ、水切り屋。お、この辺行けそうじゃない？ドリンコマリーなんで。ダンブルダのアルビハーラ、またれアルビハーラ、アルビハーラ、アルビハーラ、バーダーにでローカルバースの no here、ノノーマルバース、アルビハーラのノーマル。アルビハーラ、オッケー、オッケー、Thank you。アルビハーラ、オッケー、オッケー、Thank you。Thank you。なんとかこれがアルビハーラ駅のバスみたいですね。どれぐらいの距離あんのここ？ちょっと待って待って。ハロー？ハロー？イエッ。I'm in the gas station north of temple. No, not yet. The bus passed the temple. So now I'm in the north town of the temple. North.2 kilometers north of the temple. I don't know the name. I just sent the map to you by text message. Sorry, I can't hear you well. 2 kilometers. Yeah, okay. I wait for you. Thank you.はい、こちらがアルビハーラテンプルですね。バスが過ぎてしまってですね、全然遠いところに、まあお友達の人に連れてきてもらいまして、